医療従事してる時のやばかった話あるあるある。医療ミスがあって、心臓血管外科医が心臓の中にガーゼ5枚残したまま胸閉じて熱が下がんなくてずーっと2週間後とか1ヶ月後に気づいてそれを取り出したっていうのあったよ。クソ医療事故だよね。だからガーゼってさ枚数全部何枚何枚ってメモしながら手術するんだけど、報道はされなかったけどね。 でも医療ミスだなぁと思って見てた。でもそれちっちゃい医療ミスめっちゃあるぜ。人工心肺ってわかる。心臓止まっちゃったらさ、血液が流れてないとさ、脳みそに酸素が行き届かなくてさ、大体本当にすぐ死んじゃうのね、心臓止まると。で、 人工心配つけろーっつって夜勤。深夜の1時ぐらい。人工心配止まったら、こうやって発電すんのね。もう止まっちゃったの。電源がつかなくなっちゃったの。でも、電源がつかなくなっちゃったら、手動で言って言えば、原始的なアナログな方法って一番信用できるから、こうやって回して、電気をつけなきゃいけないんだけど、自転車、ほんと自転車こぐみたいに、それのやり方を先生がわかんなくて、患者さん死んじゃったことあったのね。で、警察いっぱい来て、めちゃくちゃ取り調べ受けてたよ。ゾッとするよな。